ビルヘルム・ライヒビルヘルム・ライヒは、オーストリア・ドイツ・アメリカ合衆国の精神分析家、精神科医、オルゴン理論の提唱者。オーストリア・ハンガリー帝国領だったガリツヤ地方のドブジャニツァ出身のユダヤ人。妻は、同じユダヤ系のルイザ。13歳の時母親が、家庭教師と寝ているところをライヒが父親に密告し、母親が自殺。十七歳の時に、父親が、 自殺同然の死に方をする。法学部に入学するが、その後委員大学医学部に入学し直した。学生時代から精神分析について学び、敬愛する、同じユダヤ系のジークムントフロイトから指導を受けた。フロイト派の精神分析家として活動し、自身の研究を植物神経療法として発展させたが、ライヒ自身はフロイトから嫌われていて、 そのため深刻なノイローゼ状態になったこともある。この頃、馬にフェラチオを教えようとして、左大体を骨折する。その後、1922年に医学博士の学位を取得する一方で、オーストリア社会民主党で活動。1930年には、ベルリンに移住し、ドイツ共産党に席を置く。この頃は、初期、フロイトの路線を強調した上で、 精神分析に政治的な視点をもたらし、精神分析とマルクス主義を結びつけようと試みた。セックスポルを主催し、プロレタリアートの性的欲求不満が政治的萎縮を引き起こすと主張。社会による性的抑圧からの解放を目指したが、その極端な思想や行動は、唯物論的な共産党から非マルクス主義的ご見た目と批判され除名される。 その後、1933年に、集団心理学の見地からナチスに代表される、ファシズムを性的抑圧による、ノイローゼ患者のサビスティックな表現と分析した、ファシズムの大衆心理を上司。これは、ライヒ自身が、ユダヤ系ということもあり、ナチスドイツ政権から危険視され、翌1934年にはデンマークを経由して、ノルウェーに亡命。 オセロ大学で、性化学を研究し、そこで滅菌した、肉汁中に症法が認められると発表。1939年には、バイオンの研究中にオルゴンを発見するが、ノルウェーでも、ライヒの学説に対する批判が巻き起こり、渡米して、ニューヨークに住む。ニュースクール・フォア・ソーシャル・リサーチにおいて、准教授の身分で、医学・心理学の教鞭を取る傍ら、 フリースクールの代表であるサマーヒルスクールを設立した AS ニールに分析を行い、以後投獄期間中も含めて親しく交流を持つ。オルゴンボックス1940年にメーン州レーンジュエリーに転居、支援者によりオルゴン研究所、オルゴノンでロバート・マッカローらと共にオルゴンの研究に取り組んだ。この研究所で作られたものの中でよく知られているものとしては、 オルゴンアキュムレータやオルゴン放射器のクラウドバスターなどが挙げられる。1951年1月オレナー計画の実行を開始した。また1951年、ジチョコズミックスペリンポシチオンを観行。オルゴン理論を天体へと適用した書である。1954年に FDA によりオルゴンボックスの販売はガン治療器の不法製造販売にあたる。 として、裁判を起こされた。裁判所は、オルゴンボックスの販売禁止を命じ、同時に、来費の全著作の出版の差し止めを命じた。来費が命令に従わなかったため、1956年に、連邦裁判所は、法廷侮辱罪に当たるとして2年の禁錮の刑、及び、来費の財団に1万ドルの罰金の刑を宣告した。来費は上告し保釈されたが、 結局1957年に就監、9ヶ月後の11月3日にコネチカット刑務所において心臓発作で死去した。オルゴン理論は一般に疑似科学とされているが、フリーセックスの風潮が生まれた1960年代に大衆的人気を得て、日本でもセクシュアルレボリューションとして名前を馳せることになる。一方で、来日に神話的な科学者もおり、 ハーバード大学医学部の EN、マイロン・シャーオフやマサチューセッツ工科大学の EN、ユージーン・マリブなどが有名である。ライヒ派の EN、アレクサンドル・ルーブンのバイオエナジェティクスは、東京大学医学部教授、東大附属病院診療内科課長の石川中や、池見取次郎らによって、日本でも研究された。ライヒの娘、エヴァライヒも、ライヒ派のセラピストである。 日本の震災翼活動家、加藤サブロも系統しており、性の思想が絡む犯行であった東急観光爆破事件では、どうしても来日への系統が犯行性名分に現れてしまい、特定逮捕につながると考えて、例外的に犯行性名分を出さなかった。また、フロイト派とも距離を置くことになり1934年には、 精神分析協会からも除名された1941年には、アルベルト・アインシュタインに、オルゴノスコープでオルゴンを見せているこの呼び名は主に、マスコミが使った別称1951年に、ラジウムとオルゴンの研究中に発生したというオラナー、と、デッドリーオルゴンの雲をなくすために発明したと言われる。なお、後の1954年に、 ライヒ自身が UFO を目撃した際には、ドアを利用した侵略者の宇宙人の宇宙船と直感し、クラウドバスターで UFO を撃墜する必要性を訴えていた。ライヒには、精神分裂病の可能性が疑われたため、精神鑑定が行われたが、ほぼ正常だったと言われる。ありがとうございます。